金メダル目指してやってきたんですけども、負けてしまい、まだ気持ちの整理がまだついてない状態なので、はい、また日本に帰ってゆっくり整理したいなと思っています。調子は悪い方ではなかったんですけども、一番悔しいのは決勝の試合で、もうちょっと思いっきりいけたんじゃないかなっていうところですね。親に、金じゃなくてごめんって言ったんですけど、いいよって、はい、それも時間が少なかったので、またゆっくりと、話したいですね。今後のことはまだちゃんと考えれてないので、それもまたゆっくり考えていきたいと考えてます。